い、どうもこんばんは、マキリです。ということで、マキリの K-POP 勉強部へようこそ。本日の話題は、ラリサ、ソロデビュー。ということで、もう、やっとですよ。いや、そうだね。やっとよ。もう、ジェニーちゃん来て、ロゼちゃん来て、はい、あなたいつすんのって思ってたよ、俺は。ずっと思ってたよ。ラリサさん、来ました。やってきました。9月ですよ、しかも。あれ、すぐじゃない。もうすぐでございますよ。ということで、そちらの方の話題を話していきたいと思うんですけど、ということでね、下の方にね、記事貼っておりますので、その記事の方をね、ぜひとも見てみてください。ということで、その記事の方もね、一応読みますね。ブラックピンク、リサ、9月10日にファーストソロシングル、シングル名、曲すごいですよ、ラリサをリリース。本名でございます。ラリサ、リリース、予告ポスターで超ロングヘアにっていうね。最近までね、めっちゃショートだったんだよね。おうおう、そんなめっちゃショートっていうイメージだったんだけど、まあめっちゃつけたんだろうね、多分。そうですね、うん、でもすごいですよ、こんな感じでございます。うわ、すごい、こんな長いですからね。ブラックピンクのメンバー、リサのファーストソロシングル、9月10日に発売される。アルバム名は、リサ本人の名前をそのまま掲げたラリサだ。アルバムに収録された音源は、アメリカの基準0時、韓国時間では、同じ日の午後1時に公開される。まあ、アメリカっつっても西と東でね、全然違うから、多分東の方ですね。うん、ニューヨークの方。うん、の方に合わせてると思います。ニューヨークの方で0時、日本と韓国とかでは午後の1時に公開されると。英語なのかな、じゃない。あー、そういうことか。でもバチバチにね、踊ってくれるっていうのを、ね、でしょうね。期待してますけどね。めちゃくちゃ期待っす、はい。世界的なガールズグループとして位置づけられたブラックピンクのメンバー、リサのソロデビューであるだけに、グローバル音楽市場を狙った YG エンターテインメントの戦略的歩みだ。はいはい、しっかりしてますね。リサのビジュアルコンセプトも、本日ベールを脱いだ、2番目の予告ポスターの中の彼女は、両側で編んだヘアスタイルとレッドカラーの衣装を着ており、独創的なオーラをアピールしている。華やかで洗練された特有の強烈なカリスマ性が、予告ポスターを見た人々を圧倒する。ということで、まあ、まだポスターしか出てない。お映像とか、あのティーザーとかがまだ出てないんで、それはもう楽しみなんですけど、多分今週来週ぐらいには出るんじゃないかなっていう予想でございます。はいはいはい。まあ、でもラリサといえば、もうここにも書いてんだけど、あの K-POP アーティストの中で最もインスタのフォロワー多いです。あ、そうだよね、すごいよね。現時点で5700、もう5800万人近く、すごいな。K-POP アイドルでの個人だけどね、多分、うん、個人で、バンタンとかも、もうちょい、あの、あれだとしたら上だと思うんだけど、グループのやつだった。そうそうそう、個人で5000万いんだよ。そんないんの。5800万だよ、やばない。やっぱめっちゃ人気なんだ、やっぱ。やばい、リサすごいんだ。だって日本のトップでもさ、渡辺直美1000万人いかないぐらいじゃない。あ、そうなんですか。渡辺直美5人でも足んないんだぜ。やばやばくない。そう考えたらやばいね。で、YouTube のチャンネル登録者数は6430万人。下2桁、俺。チャンネル数下2桁でございますけどね。すごいよ。だからもう世界的に女性アーティストの中ではもうトップですよ。まあ、それはレディー・ガガとかフューチャリング頼まれるし、セレナ・ゴメスとかともやれますよね。でも BTS のオフィシャルインスタが4831万なんですよ。うん、ってことは超えてるよね。バンタン超えてんじゃん。そうなってくんの。マジ？リサすごっ。だとしたら遅すぎるわ、ソロデビュー。そっか、そうなってくる。でも逆に言えば、ここまでよく温めたなって感じだよね。でもなんかイメージがね、ちょっとあったよね。俺、ラリサってやっぱりダンスっていうイメージあった。うんうん、めちゃくちゃダンスっていうイメージあったけど、はいはい、やっぱ今回しっかりラップ入れてくるんじゃないかなっていう。あ、しかもあのダンスに関してはソロっていうか、なんかグループみたいなの作って、それはやってたよ、ちょっと前に、うん、ちょっと前かも、2、3年ぐらい前だったけど、うん、それはやってたよ。けど今回もしっかりとソロデビューでしょ、はい、もう歌やってダンスやってパフォーマンスやってっていうののソロなんで、はい、楽しみよ。いやでもすごいよね、やっぱ YG ってそのソロ、うん、G ドラゴンしかり、すごいよね、ソロのソロ。ソロとかすごいじゃん。ミヤネミヤネ始まんじゃん。俺 K-POP 知らなくてもその曲知ってるもん、うん、でそれぐらい YG のソロの出し方はマジで上手いと思うし、はい、曲がいいんだよね全部。いつなるソロ、ソロじゃなかった事件ね。ソロでどういう感じで来るかなっていう。だから英語も達者でしょ、だから英語時間だから多分今回英語で来ると思うんですよ。プラスアルファ、ダンスバッチバチ、はいはいはい、あとはもうラップバッチバチ、文句なしじゃん。
で、しかもなんかソロデビューとかをした上でなんか番組とか出るんかなって俺は思ってて、それこそさ、あの中国のプデュでさ、はいはい、出てたじゃん。あ、出てたね。それこそ今はさ、ガルプラにさ、ソンミさんとか出てるじゃん。はいはいはい。ソンミさんもソロデビューしてるじゃん、ちゃんと。そうね。ソロとしてやってるじゃん。はい。なーするかしなーってやってるじゃん。うんうん。とかがあった人が出るんかなと思ったけど、ただのブラックピンクのラリサ出てたじゃん。あー、その時は。じゃなくて、だから今後はラリサとして、ソロとのね。だからどうなってくんだろう。見せれるよ。でも ロゼは出てたんだよ、うん、ソロで他のなんかバラエティ番組にゲストとかに出てたりしてたんよ。はいはいはい。だからそうなってくると思うんだけど、だから今後ソロでのそのバラエティだったりとかそういう露出も増えてくるよね、うんうん、そうなってくると、はいはい、楽しみでございますよ。逆に言えば TWICE ちゃんってソロしないよね。そうだね、ソロはしないし、なんて言えばいい、変に見えない。逆に言えばソロの瞬間が、あソロの瞬間が見えないっていうのがあるけど、ブルピンはあったじゃん、バッチバチで。バッチバチでね。逆に言えばもうジスいつって感じだけどね。でもジスちゃんとかどういう感じで出すんだろうっていうのが気になる。で、一回俺ブルピンのライブ行った時はなんだっけ、冬の花、花の冬、うん、冬の花あるじゃん、雪の花、それあれ歌ってたよ、うん、めちゃくちゃ歌うまい、ジスも。あ、じゃあ若干バラード的な方でいく。そうそうそう、だからなんかね、それぞれソロのパートがあったんだよ。あの時、もうほんとね、2、3年前とかのブルピンのライブだったんだけど、はいはいはい、ちゃんとね、ソロやってたよ、うんうん、その時もやっぱりジェニーとかはさ、歌がいいし、あの見せ方がうまい、もう全体的なパフォーマンス、ミュージカルみたいな感じのパフォーマンスやって、ジスはギターで弾き語り、ラリサダンスバッチバチ、うん、でジスちゃんはもう歌バッチバチみたいな。でソロが立ってんだよそもそも、はい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 、だからソロをやってたのも、だから今考えたら俺その当時ね、曲あんま出してなかったよブルピンって、うん、なのにライブやってたよ。でその松成でソロやってたんかなって思ってた。うーん、けど今考えたら、だってその時あのジェニーもソロデビューしてなかった。おうおうおう、今考えたらもうみんなをソロデビューさせてっていうのの練習だったりとか、はいはい、なんかそうソロっていうのの見せつけ、うん、ソロでも私たちいけますよと。だって全員ソロあったんだもん。だそういうのを昔から実は YG 見せてたんだなって思ったら、作詞だね。作詞だよ。だやっぱ人数少ない分そういうのがいけんのかな。確かに。あー、TWICE ちゃんもねソロでやることってあんまないもんね。うん、多いから、うん、多いからユニットとかはあったよ。そうそうそう、ユニットでやったりとかするけど、 TWICE ちゃんソロでやる、じゃあ例えばよ、例えばの話なんですけど、うん、じゃあ解散しました、7年で解散しましたってなってソロデビューしますってなったら誰だろうって感じだもん。ナヨンさん、ナヨンさんが女優でワンチャン行くん、ドラマ出だすんじゃないかな。ドラマとかだったら結構みんないけるんじゃないって感じじゃん、うん、ちょこちょこいけるじゃんって思うけど、アーティスト、ソロアーティストって TWICE マジで見づらいよね。マジ昔からその雰囲気を出してたっていう、そのソロとかをやらせてた、ライブで、うん、自分たちのライブでやらせてたとかっていうのもあるし、人数が少ないっていうので圧倒的にブルピンとかはやりやすかったよね、はい、ソロで。だから TWICE ちゃんはそれがなかったよね、うん、俺ソロでやってたの俺ダヒョンちゃんしか覚えてないもん、ライブで。結局だからメンバー少ないグループがソロは成功してきてる、うん、そうだよね。今までも例えばワン、だからソンミさんもワンガだったもんね。ワンガもそんな少ないもんね、多くなかった。まあ5人とか抜けたりとかして。そうだよね、最終的に4人とかだったけど、はいはいはい、ね、そういうのがあるからっていうのもあるかもね。それこそママムーとかもさ、うん、あ、そうママムーなんか特にね、そうだよね、4人だし。そういうとこなんじゃない。だって YG はそれこそアイコン、うん、バビーとかやったけど、うん、あ、確かにこんなにだ、ね、そうだね、だ多いじゃん。多いね、あのアイコンも何人か5人以上、全然5人以上、5人以上いるね、うん、7人とかでやってたりとかするから、はいはいはい、まあ確かにそこはあるかもね。だから人数ってでかいんかも、最初のね、でかい、最初の人数っていうのはでかいっていうのはありますね。わあ、確かにな。ウィナーはソンミノが、そうだね、ソロでバチバチで今売れてます。テレテレテレからね、しっかりソロでラップ、もうラップバチバチでね、バチバチやってますから。じゃあショーミザマネーとか出てたしね。そうそうそう、やっぱりそういうなんか伏線置いてるよね。考えたら JYP、 じゃあイッチとかできるってこと。あれイッチできそう、イッチできそう、イエジちゃんとかやりそう、イエジリュジンとかやりそう、ほんとに。TWICE ちゃんはないね。多いね、シナジー効果でこう
バーンって上がってくる感じだから、それがだからそういうところではないですよね。はぁーという感じでございます。だからあれだね、これはタイトル変えよう。なんで TWICE がソロしないのかな。あ、ブラックピンクを見て分かった。うん、だからもう今までに必ずやってた、はい、ブルピンは、はい、ソロで やれますよこの子たちっていう見せ方を自分たちでちゃんとやってたし、人数少ないっていうのがでかい、うん、でも個人個人のチャンネルをそもそも作ってたから、そうだ、個人っていうのを大切にしてました感があるじゃん、女性の中でも特に。そっか、インスタも全部個人、個人がもともとやったんだ。そうだし、それこそジェニーは YouTube 自分個人チャンネルあるでしょ。本当だ。でそれをママムーで置き換えてもそうなんだよ。ソラちゃんも一人で個人でやってんだよ、やってる YouTube チャンネル。おう、だからソロでやる人ってやれるチームっていうのは個人をそもそも表に出してたわ。本当だ、怖わトワシちゃんやってない、やってないね、バブルしかない。バブルじゃそんなの見せられないよ。はあ、そういうことでございますか。トワシちゃんが、あ、できない理由っていう形ですね。うわぁ、タイトル変わりました、こちらの動画。わかった。あー、しだからだ、なんか解散っていうのもさ、別に見たくはないけど想像はするじゃん、うん、やっぱワンスもさ、解散したらどうなるんだろうって、やっぱワンス友達とかでも話するよ、どうなると思うみたいな。じゃあモモリどうなると思うとかさ、オタクの勝手な憶測とかでさ、こうなりそうじゃないとか言うけどさ、ソロデビューってあんまないもんね。ない全員、ない全員そのイメージがあんまりないっていうのがあるから、まあ、だからこそ楽しみな部分ではあるけどね。そう、どういくどういくんだろうっていう、彼女たちは彼女たちでいろいろ考えてることはあるから、うん、いつの日かこう出るってなるときはあるじゃん。更新更新でずっと死ぬまで更新すること絶対ないじゃん、うん、そうってなったときにどうなるのかっていうのがすごい楽しみ、はい、でももう本当にもうアイドル辞めてなんかビジネスやってるっていう人も出てくるとは思うけどね。変な話、うん、なんか別ベクトル、それこそチェヨンちゃんとか香取慎吾ちゃんみたいになりそうじゃない、絵描いてとか。いやー、なりそう。個展開いてますとか、はいはい、そういう風になったりとかする可能性もあるしね。だから個人個人がどう思い描いてるとかもあるから、ソロデビューとか女優業するとかだけがルートじゃないからね、うん、やっぱりだからそこら辺もすごい楽しみな部分ではあるけど、じゃあなぜソロデビューできないのかしないのかっていう点で置けばこういう理由かもね。ブラックピンクとかママムーとかで分かったわ。はいはいはい。ということで、まあ、皆さんの意見はどうでしょうか。まあ、また新しいね意見とかがあったりとか、トワイスちゃんがなぜあのソロでデビューとかをしてこなかったのか、そしてしないのか、でなぜブラックピンク、ママムーとかはソロデビューができるのかとか、なんかいろんな観点から皆さんの、ね、意見とか聞けたら面白いかなっていうふうに思いますので、ぜひとも皆さんの意見とかも教えてみてください。ということで、ぜひともコメントの方お待ちしております。そしてチャンネル登録、高評価もたくさんお待ちしております。はい、ラリーさん。